クワクリン。クワクリン、yes。Yes、あ、yes、ある。おー、オッケー、オッケはい、こちらがあのクワクリンっていうあのタイ南部で一番辛いと言われている、まあ、南部の、料理です。カレー、これ注文したで、あとメニュー表を見てあこれからそうだなと思って、このなんかねカニの料理みたいです。で唐辛子も入ってちょっと割と辛そうです。なんか卵で包んであるのかな、美味しそうですね。はい、じゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。どんなもんかいと、いきます。うん、おすごい香辛料効いてるわ、うまっ、うん、うまい。豚のひき肉にこの唐辛子とかその他香辛料を混ぜているところでご飯と相性がいい。うん、カニのやついってみようか。クラブ。見ます。これはすごい癖がある。カニと玉ねぎ、あとなんか野菜、あと卵。卵でこう包んだような感じですね。あ、これもなんか結構スパイシー、スパイシーしてます。唐辛子。うん。パクチーも入ってるかな、これね。パクチー。こっち美味しいね。これ好きだわ、これ。ガパオをよりスパイシーにした感じかな。ご飯追加しました。こっちすごい美味しい。こっちは、まあ、好き嫌い分かるかもしれないけど、まあ割と食べれますけど。ちょっと癖あるって感じですけど。こっちおすすめ。これ美味しい。うん、うまいわ。ごちそうさまでした。辛さレベルの発表していきましょう。クワクリン辛さレベル、ジャラのジャン辛さレベル7です。7になります。こういろんな香辛料が入ってて、パンチが効いてた。なんかね、こうガパオをもっとスパイシーにしたような感じでした。こんな感じでちょっと辛いもの食べたんで、ちょっと汗かいたんで、こっからね、車で5分ぐらい、バイクで5分ぐらいの距離にパトンビーチっていうね、めちゃくちゃリゾート観光名所があるんで、そこでちょっと海入って汗流して、夜のね激辛ディナーに備えたいかなと思います。コップンカップ。